マロアルハンゲリスクの紋章、マロアルハンゲリスクは、ロシアオリオール州の南部にある都市。ドン川の支流ビーストラや、ソスナ川に、ベールイ川が合流する地点にある。州都リオールからは南へ80キロメートル。人口は3962人。17世紀にアルハンゲリスコへ村が成立している。この村の名は、大天使、ミカエルの名にちなむ聖堂があったことから来ている。 1778年に死の地位を与えられ、マールイ・アルハンゲリスキーと改名された。マールイという窃盗時は、北方の大きな港湾都市アルハンゲリスクと区別するためである。1796年の地方再編で一時的に死の地位を失ったが、1802年に再び死となった。その後、死の名前はマロ・アルハンゲリスクという現在の形に、 単純化されていった。独ソ戦中の1941年11月11日にドイツ国防軍に占領され、1943年2月23日に赤軍ブリャンスク戦線により解放された。1943年夏には西方一帯でクルスクの戦いが起こっている。マロアルハンゲリスクには歴史博物館があり、 第二次世界大戦に関する資料などが展示されている。マロアルハンゲリスクは農業地帯のただ中にあるため、食品工業が中心となっている。また、機械工業なども小規模ながら立地している。市の1 4トル西方には、モスクワオリオールクルスクハルキウを結ぶ鉄道が、通っている。ありがとうございます。